ロベールゲイは、コートジボワールの軍人、政治家。1999年12月24日から2000年10月26日まで、コートジボワールの元首の座にあった。ゲイは、コートジボワール西部、ンシ近郊の川熊村で、役場人の子として生まれた。植民地支配下で、フランス軍へと入隊し、我がゥグルの士官学校で教育を受けた後さん。 シールリック軍主官学校にて、さらに教育を受けた。フェリックス・ウフェイコール・ボワニの支持者であり、1990年には兵士の反乱を収集して、国軍総参謀長へと昇進士軍のトップとなった。1993年に、ウフェ・ボワニが死亡し、アンリ・コラン・ベリエが、後継となっても総参謀長の地位の座に就いた、ままだった。1995年10月、ゲイは、 ベディエと野党指導者アラサン・ワタラの間の紛争解決に軍を動員することを拒否して解任された。ゲイはスポーツ大臣として入閣したが、1996年8月10日に更迭された。1999年12月24日、兵士による反乱が起きて、ベディエ政権が倒壊した。ゲイはこの反乱を主導していたわけではなかったが、兵士らに、 中途で担ぎ出され、軍事政権の主犯となった。ゲイは、半年以内の民政移管を公約したが、公示された大統領選挙にはベディエ元大統領も渡らも、出馬を禁止し、有利な状況を作り出した上でゲイ自らが出馬し、ローラン・バグボと選挙戦を戦った。しかしベディエ派や渡ら派の反発によりゲイはバグボに敗北し、 選挙結果を不服であるとして放棄したものの、ゲー派の正規軍はバグボ派の民兵に敗れ去り、ゲーは自らの地盤である西部のゴーエスッ,ッソへと退却した。ゲー派の勢力の強い西部はゲーランドと呼ばれ、政府軍の立ち入ることのできない状況が続いた。2001年に和解フォーラムが行われ、ゲーもこれに参加して和平交渉が行われたものの、交渉は不調に終わった。 2002年9月19日、コートジボワール全土で、反政府勢力が一斉に放棄し、コートジボワール内戦が始まった。ゲイ派はこの動きの中核を担い、ゲイの地盤の西部や、渡ら派の強い北部を抑えることには成功したものの、経済首都アビジャンでは再びバグボ派に敗れ去り、ゲイ自身もアビジャン市内、ここで地区の自宅にてバグボ派に襲われ、一貫諸とも殺害された。 ゲイの死体は2006年8月18日に葬儀が行われるまで4年間、死体安置所にて放置されていた。ありがとうございます。